それではこれから吹奏楽のステージを始めたいと思います。吹奏楽の皆さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは。平安上部院大学吹奏楽部です。司会を務めますのはトランペットパートの津森茜と、サックスパートの若林しおりです。私たちは京都キャンパス、高槻キャンパス合同で活動しています。京都キャンパスのメンバーです。以上18人で演奏しています。今年もいろんな場所で活動してきました。今回この平常祭で皆さんに楽しんで聴いてもらえるように一生懸命練習してきました。30分皆さんと楽しい時間にしたいと思うので、皆さんご清聴お願いします。まず1曲目で演奏しますのは松田聖子メドレーです。松田聖子さんは80年代を代表するアイドルでヒット曲をたくさん出しました。今回メドレーで演奏する曲は赤いスイートピー、夏の扉、スイートメモリーズ、風立ちぬ、青い珊瑚礁、あなたに会いたくて、ミッシングユーの8曲です。作曲のソロにもご注目、サックスのソロにもご注目して聴いてください。知ってる曲があれば皆さん歌って楽しんでください。Thank you.
ました。皆さん、楽しんで聴いていただけましたか？ここまで聴いてくださってありがとうございます。この後も定常祭を楽しんでいってください。最後の曲は、北国の春、北酒場、川の流れのようにの3曲です。それでは、お聴きください。Thank you.
皆さん来てください。よろしくお願いします。